スノーマン向井孝二でタイ人母は、小離れできないタイプ高校生まで一緒に入浴母親の知らない秘密を諸国博、徹子の部屋で。人気グループ、スノーマンの向井浩二さんが、8月22日放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組、徹子の部屋、テレビ朝日系に初出演。タイ人の母親について語った。 黒柳さんが、あなたのお母様はタイのご出身の方で、しかも元軍人さんなんですってと聞くと、向井さんはそうなんですよ。かわいいお母さんではありますね。結構喧嘩もしますし、お母さんは奈良にいるので、ちょっと今離れているんですけど、電話もします、と返答。母親とはタイ語と日本語半々で話す生活で、向井さんは流暢なタイ語で自己紹介した。 父親がタイを訪れた際に写真を撮ってくださいと頼んだ相手が母親だった。その時、母親が父親に一目惚れ。向井さんが何に惚れたんと聞くと、母親はパパの歯が綺麗だったと返答した。しかし、現在はもう愛していないと言っているそうで、その理由を尋ねると、パパ、今もう全部入れ場やね。ということで、黒柳さんを笑わせた。 黒柳さんが、お母様の味はどんな味と聞くと、向井さんは、僕は好きな料理がお缶の料理なので。でも、お缶の味は誰でも真似できると言いますか、基本焼肉のタレなんですよ。チャーハンも野菜炒めも全部焼肉のタレなんで、お缶の味イコール焼肉のタレ。味も濃いめなので、久しぶりに実家に帰ると太りますね、と語った。 母からは一日に10件以上ラインが届くといい、コーディネートを決めてほしいと服を何着も試着する長い動画を送ってきたことも。向井さんはうちの母が小離れできないタイプで、お風呂とかも高校ぐらいまで一緒に入ってましたと告白。母親が勝手に入ってくるんですよ。僕は扉をロックしてるんですけど、工事開けて、ママ寒いからって、 もう脱いでるんです、と話した。